どうせくれへんねやろ。そんな水びらかしてるけれども、そらうまいに決まったあるがな。どうもポルタローです。よろしくお願いします。さて今日はですね、前回見てもらったワンワンマルシェの様子のその他の様子を見てもらおうかなと思うんですが、前回ですね見てもらった通り、ものすごいたくさんの人に声をかけてもらいまして、お友達になることができましたね。本当に嬉しいですよね。事前に告知していったというのもありまして、たくさんの人がね、僕に会えるかなと思いながら来たよとか、僕を探しながらワンワンマルシェを楽しんでいただいたようなので、本当に嬉しい限りでございます。広場で遊んでたらね、すいませんポルタローさんですかっていう声かけられ方しましてね、これはね芸能人の声のかけられ方やからね、めちゃめちゃ嬉しかったですね。そして今日はですね、ワンワンマルシェのその他の様子を見てもらいたいなと思います。では行ってみましょうか。 VTR どうぞ。さあやってまいりましたワンワンマルシェなんですが、まずはねこの店に行きたいなという店決まっております。着いた着いた、ここやな。これこれ、前回参加したイベントでも行った笹山ジャーキー工房さんですね。今日はねここで売ってるこの獅子肉ジャーキーというのを目当てに来ましたよ。前回はね売り切れやったので、この鹿肉ジャーキー買って帰りましたから、今回は獅子肉が売り切れる前に必ず行こうというわけで行ってまいりました。笹山ジャーキー工房さんでした。あ、ここええの売ってんで、ほらそれそれ、シカツのね、もう今あるやつめちゃくちゃ身近なってるから、はいそれください。あら、それはどういうことやろか。美味しそうな匂いめちゃくちゃするんやけど、どういうこと。もちろん僕のあるんやろうね、それ。それでさっきからドリンクホルダーつけなあかんわとか言うとったんか。お嬢さんめちゃくちゃ甘い匂いするし、どうせくれへんねやろ。そんな水びらかしてるけれども、そらうまいに決まったあるがな。もう見せんといて。ほんまこういう時は腹立つ顔して食べよんな兄貴は。ほんでお嬢さんはそれ何食べてんの。めちゃくちゃ美味しそうな甘い匂いすんねんけど、もうこういう時はねこれやで、心を無にする。兄貴にどんだけ誘惑されてももう知らん顔しーん。こういうことを僕は身につけてるからね、いつまでもそれくれ言うて騒いだりせえへんから、なんぼ誘惑したって一緒やで。はい、というわけで僕にはこれがありますからね。じゃじゃーん、さっき見てもらった獅子肉ジャーキーでございます。これをね今からいただこうということですね。こういうことがあるからね、ああいう時でも我慢できんのよ。よっしゃ、ほんなら開けてやママさん、頼むで。うわ、出てきた。思ったより量産入ってるがな。おお、なかなかすごいボリュームやね。試食用に細切れになってるやつしか食べたことなかったから、よっしゃほんなら食べてみようかなということなんですが、どっからかじりついたらいいかな。こういう時はね、あ、ちょっともうちょっと食べてくれる。食べにくいわそんな高くしたら。めちゃくちゃいい匂いするからね、これをどっからかじったら美味しくいただけるかが問題やけども、まあこれはヤニヤニして柔らかくしていくのが一番やね。こうやってヤニ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 ヤ。じゃあちょっと時間かかりそうやから、今日はこの辺で終わりにしとこうかな。そうしよう。みんなどうもありがとう。そういえばママさん、他にもふりかけとか買ってたん知ってるから、ご飯の時かけてや。あ、最後まで見てくれた？ほんでいいねボタンも押してくれて、チャンネル登録もしてくれんの？それはめちゃくちゃ嬉しいや。みんなどうもありがとう。ほなまたねー。